なんか仁王立ちしてますけど、あれなんかそのビジュアルなんかで見たことあるぞ。どっかで見たことあるな。こっちに出てるね今ね。そっちに出てる。その場所もちょっと確保しておきますね。そう、ここには Are you ready? ということで。どこかで聞いたことあるキャッチフレーズじゃないですか、はい。おっと、 Are you ready? といえば何ですか。 Are you ready? といえば、はい、分かる人は分かるかな。 D-Force You Special Edition。 これかっこよくない？かっこいい。あのまだ打ってないですけど、デザインめちゃ好きです僕。これ上岡選手がこのあれでしょ、制作というか入ってるわけですか。そうです、そうです。はい、え、今回これをちょっと水野さんから届いたということで、はい、試打を、ね、していきたいと思うんですけど、はい、早速試打しましょう。ちょっといろいろラケットの説明とかもあるんで、オープニングいきましょう。はい、レッツゴー、レッツゴー。カモジャマスです。カモジャのポンちゃんです。久しぶりですね。お久しぶりです。久しぶりです。まあ8月が忙しすぎて間違いね。何日連続テニスコートにいたの。多分僕50日以上連続で7月8月テニスコートにいて。テニスコートに住む男ことポンちゃんです、はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、なんとこちらのラケット、まあ、冒頭のオープニングでもあったと思うんですけども、はい、D-Force U Special Edition ということで、はい、こちらのラケットが水野さんが届きました。ありがとうございます。何回も言うけど、はい、デザインがかっこいい。本当に。なんか今までの水野になかったですよね、この白ベースっていうのが。なかったし、うん、え、しかもさ、これさ、D-Force の、はい、なんかと一緒なの。もともと上岡プロが D-Force の V50 っていう前衛用の一番柔らかいモデルを使ってたんですけど、それをベースにしてより上岡選手に特化したというか、まあ、上岡選手がラケット開発に携わって作ったのが今回の D-Force U Special Edition になります。なるほどね。え、てか V を使ってるんだね。そうですね、上岡選手は、はい、え、何が変わったのそれは。まあ、上岡選手後衛なので、ヘッドにあのテナックスビームっていうちょっと、まあ、高反発な、え、ストローク打ちやすい。それでも分からない。あ、そうだ。あのヘッドに、まあ、要するにそのテナックスビームっていう機能を搭載して、よりストロークを打ちやすくしたっていうイメージで、なんで簡単に言えば前衛用なので面は安定して、そのテナックスビームっていう機能を搭載してストローク打ちやすくなったので、オールラウンダーモデルっていうのが多分一番伝わりやすいかなと思います。前衛ラケットだけど後衛もできる。後衛もできる、オールラウンダーモデル、はい、オールラウンダーモデル、シングルスとかでもいいかもな。あ、シングルスいいかもしれないですね。え、でも実際これ最先端ラケットといっても過言ではないんじゃないですか。過言ではないです。ちょっとじゃあまだね、僕打ってないんですけど、これからちょっと試してみたいと思います、はい、じゃあ今回は上岡選手開発に携わった D-Force U Special Edition Are you ready? ということで、こちらこちらのね、試合をしていきたいと思います。はい、レッツゴー、レッツゴー。それは早速まずコンちゃんが指導していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。僕は光栄なので、まあ、ストロークをちょっとやっていこうかなと思うんですけど、デザインがかっこいい。それ俺がもう100万回言ったわ。でもデザインで割とモチベーション変わってくるので、うん、え、でもなんか面でかい、もしかしてちょっと、はい、面これ90インチとかじゃないですか。面は90インチですね。あ、90インチなんだね、はい、じゃあ今回貼ってるストリングとポンド数は、はい、今回はマルチフォースの26ポンド、食いつき系のストリングですね。それを26ポンドで貼ってます。OK です。じゃあ、ポンちゃんはじゃあストロークをやってほしいと思います。じゃあ、球の、ね、伸びとか反発系見てほしいんで、前からと後ろから両方お願いします。はい、わかりました。お願いします。シャッツ。ああ、いいね。だいぶ持ってるね。やっぱりめちゃ打ちやすいですよ。絶対こっちを殴ったんですよ。球飛んでるしな、そして普段飛んでないみたいに。普段ベースラインまで届かないって。あー、いいね。もういいね、全部あれ。あ、ちょっとやりすぎ。ちょっとそういう抜けはあるね。あああ、めっちゃいい。じゃあこういうラガルカラケットの方がいいんじゃない。ああ、なるほどね。ああ。打感どんな感じですか。結構いい音出て飛んでるイメージなんですけど、すごい軽く飛びますね。やっぱり柔らかいラケットなので、もともとっていうかそのシャフト自体が、はいはいはい、なんかそんなに
力入れなくても簡単に飛んでくれるので打ってて気持ちいいですね。これでも今まで硬いラケット使ってた。そう、今まで硬いラケット使ってました。硬いラケット今まで使ってたけど、はい、こっちに変えてみようかなって思う人多分いると思うんだよね。あ、僕は今これ26ポンドで貼ってあるので、うん、そのたまにしっかり振りすぎるとアウトが増えたので、はいはい、もしこれ使うのであればもうちょっと28ポンドとか、はいはいはい、ちょっと硬めに貼れば多分本当に僕好みになると思います。で硬いラケットだと試合の後半疲れてくるんですよ。間違いない、間違いない。振れなくなってくるよね。相手打ちになってあの変なとこ行ったりするので、うん、その1日を通して大会出るなら、うん、このラケットでちょっとストリング固めに貼って使うのがいいかなと僕今個人的に思いました。なるほど、参考になります。はい、あざっす。あざっす。気に入りました。Are you ready ということで。Are you ready ということで。僕は、ね、あの前衛なので今からボレーの、指導を、ね、していきたいと思います。なんかまずそもそもこう握った時になんかこうホールドする感じがすごいあります。なんだろう、この面が安定してるっていう感じが握った時にある。なのでまあ実際これからみんなに見てほしいのはラケットのこう弾き具合、ラケットじゃないボレーの弾き具合と、まあ、なんか面にどれだけこうの残ってるのか、まあ、食いつき具合みたいなところがみんなに伝わればいいかなというふうに思うので、ぜひこれから参考にしてみてください。それではやっていきます。なんか全然面がぶれねえな、これ。これ全員ロケットなの、やっぱりめっちゃボレしやすいわ。え、これにしようかな、俺全然。え、でもボレしやすい、めっちゃいいんじゃないこれ。今ボレーやってもらったんですけど、どうでした？すごい、まあ、最初にも言ったんですけど、はい、こう面がやっぱブレない感じがもう握った時からあって、案の定がボレーした時もなんかこう面のこうブレがやっぱなくて、うん、しっかりパーンっていう弾きを感じました。どっちかっていうとパーンパーンって反発して弾くというよりかはパーンってきて乗ってこうコントロールするっていうしやすさが、ね、あったかなというふうに思います。これでも F スピードにない感じだ。そうですね。で、いや F スピードっていう話出たんですけど、朝さん普段 F スピードの V プロ、カチカチのやつ使ってます。カチカチのやつ使ってるじゃないですか。それと比較してどうです？全然違いますね。全然違う。わかんない、打感なんで好みだと思うんですけど、はい、F スピードはもう本当にパーンって壊れたらパーンパーンってこう本当に乗せるというか弾くっていう感覚がするんですけど、これはしっかりラケットに乗るんで、だからこうこっからクロス、こっからクロス、あ、逆クロスという形でこうコントロールしやすさっていうのは絶対こっちの方があるね。で僕はどっちかというとパンパンって弾きたいから、なんかもうそのコントロールとかどっちでもいいからとにかく弾きたいみたいな感じなんで、まあ、そっちを使ってるんですけど、でもいざやっぱこういうコントロール系を使ってみるとやっぱすごく安定したプレーができるかなっていうふうに思うんで、安定的なプレーをしたい前衛にはすごくおすすめかなというふうに思いました。ぜひ参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、あ、こっちか。ああいうレディーどうでしたか。ああいうレディーどうでした。めちゃめちゃ打ちやすいです。本当に率直な感想、まあ、コンちゃん確かに合ってる感じだったね、はい、これでもどういう人におすすめですか。光栄だったら、まあ、そもそも光栄にはあんまりおすすめできない。いや僕光栄なんですけど、やっぱりあのここ最近はもう光栄も全員やったりするので、まあ、確かにね、後ろだけやってりゃよかった時代はもう来ないもんね、はい、多分、はい、光栄でもスマッシュボレー、まあ、特に、うん、まあ、スマッシュ打つこと少ないとしてもツイストを打たれて前に詰めて1本ボレーでしのいで下がるとかって全然あり得ると思うんですね、うん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 、そうね。そうなった時にやっぱり面が安定するっていうのは最大のメリットだと思うので、確かに、はい、これは本当に光栄にはおすすめだと思います。なるほどですね、はい、前衛やってみてどうですか。前衛やってみて思ったのは、はい、まあ、これはいいか悪いかっていうところは置いておいて、まあ、どういう人に合うかっていうところで言うと、はい、やっぱり前衛って派手にプレーしたい選手もいれば堅実に行きたいプレー、うん、まあ、そういうあるじゃんプレースタイルは。どっちかというと堅実にプレーしたい人向けのラケットかなというふうに思いました。なので、まあ、さっき僕がボレーのところでも言ったんですけど、はい、とにかくね、面の安定性とボレーの
と球の飛びっていうのがすごく安定しているので、うん、なんかこうちょっとスイートスポットずれてもしっかり弾けるし、でちゃんとボールもコントロールしやすいしっていうところもあったんで、うん、まあ、そういう堅実なプレーをしたいっていう選手にすごくおすすめかなというふうに思いました、うん、こうなんかレビュー動画出すとみんなこうなんか忖度だみたいな言う人いるんだけど、別に忖度とかじゃなくて、このラケットに関して本当にあのおすすめできる、うん、そもそもあの新しいラケット出るってことは、その今までのラケットの、まあ、良かったこと悪かったこと全部ひっくるめて吸い上げて、さらにそれを進化させてるなんで、改良版だから、ね、改良してるんで、それはいいに決まってるんですけど本当に打ちやすいですね。だからなんかもう僕ね、ミズノのラケットを使い始めて、はい、多分ね、スカッド、ディオスぐらいから使ってて、その前はちょっとカンボジアに行ってたから使ったことなかったんだけど、うん、ディオス、スカッドからかなり品種改良されてるよね、うん、なんか球の飛び方、ボールの食いつき方、はい、ボレーの弾きとかも全部こうだんだんやっぱ良くなってるのは、これずっと使ってるからこそね、もう見えてきた部分もやっぱあるので、うん、まあ、さっき言ったね、コンちゃんが言ったみたいに、公園の人であれば、まあ、オールラウンドにプレーしたい人、全員だったら、まあ、弾くというよりかは堅実なプレーをしたい人にはこのラケットは向いてるかなと思うので、うんうん、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Are you ready? ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。